数の関係者によりますと、北海道新聞社は札幌市中央区大通り西3丁目の札幌本社を第二創業期を目指すとして、創成ガイイーストと呼ばれ注目を集める南一条東4丁目に移転します。移転先は自動車販売代理業などを手掛ける北海自動車工業の土地です。本社の跡地については商業施設やホテルなどに再開発することを検討しています。現社屋の周辺は札幌創成スクエアなど再開発が加速しているエリアで、札幌時計台にも近い市内中心部の様子が大きく変わりそうです。